It's me, Della. お世話になっております。波動です。今日はね、海外行ったら全然意味が違う英語の単語をちょっと教えたいなと思って。意味が違う。そう、先に言うとここに書いてあるこれ。一回最初のやつ読んで。カンペか。ポタト。いや、今のわざとですか。だってローマ字でポタトって書いてある。今の本当にわざとですよね。やばい。あ、ポテイト。ポテイト。びっくりした。もうやめてほしい。やめて。恥ずかしい。なんで私が恥ずかしくなっちゃうの。やらかしましたね。やらかし。さすが波動さん。さすがだ。でもこのポテイトってなんか通じない意味が変わる。ポタトだからじゃなくて。ポテト、ポタトはもういいから。ポタトはいいの。ほら、マックとか行くとなんかポテト一個欲しいとかって言うじゃないですか。うん、よく頼む。アメリカでポテトって言ったらジャガイモを頼んでるように聞こえるんですよ。うん、だからポテイトじゃなくてフレンチフライズ。あ。はあはあはあ、フライドポテトじゃなくて生のポテトそのままが来るってことね。そうなんですよ。なんでまあフレンチフライズ言わなくてもなんかフライズだけでもいいし、はあはあ、だからポテトっていうのをちょっと一回これでちょっと証明しようと思ってググってください。ググるん調べてください。ポテトポテト英語で書いてね。ポタトポタトじゃないよ。はい、はい、そうですよね。これはでしょ、芋だね。芋です。芋だね。で、日本語でポテトって書いてください。うん、ポテト。ポテト。ほらね。うん。この違い。そうそう、これポテトって言ったらね、これで。これは絶対そう、日本でしか通じない。はあ。ポテト。フライドポテトをみんなポテトっていうからってことね。そういうこと。なんでアメリカとか他の国行くと、まあ、フライズ。あ、フライズ。フライズ。フレンチフライズのフレンチフライ。え、じゃあ逆に向こうだとフライスって言ったら ポテトのフライねってなる。なる。玉ねぎとかじゃなく。玉ねぎ、なんで玉ねぎになるんだよ。ほらモスバーガーだと オニオンリングとかっていうほら玉ねぎを揚げてるやつ、あれも一種のフライじゃん。あれはオニオンリングス。オニオンリングス。全然違う。納得いかねえな。私が納得いかないもん。そっか。加藤さんクレイジーだね。分かった。で今度はこのアイス、うん、アイスって日本語でアイスって何なんだと思いますか。アイスクリームですよね、うん、違うんですよ。アイスって言ったら画像検索して、あ、はいはい、これ、うん、がアイス。あ、だからアイスちょうだいって言ったら氷が来ちゃうんですよ。なるほど。え、待てメッタノでメッタンゴ。メッタンゴって何。マクドナルドで、オーマイガー、マクドナルドでソフトクリームくださいって言ったらどうなる。ソフトツイストとかそういう名前である。あ、まあ、普通にアイスクリームって言いたかったら、うん、キナハボのアイスクリーム。アイスクリーム、そう、メッタンゴって言ったらキナハボのアイスクリームってなるんですよ。ほー、なるほどね。まあ、アイスクリームまでちゃんと言ってねってことね。そう、ちゃんと言ってください。つまりそこさ、略すな、ちゃんと言えってことね。そう、あの、はい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 、めんどくさがらないで全部言ってください。じゃないと通じないんですよ。めんどくさがってるつもりはないんだな。このこれ、うん、これ日本で私マンションに住んでるって言うじゃないですか。おー、マンションマンションマンション、ちょっと英語でこれ検索してください。このスペル通り、マンション、ね、マンションはマンションでしょ。マンションに住んでるって言ったら、うん、ここに住んでるんですよ。え、豪邸。そう、すごっ。だから日本人が私マンションに住んでるって言ったら、うん、えみたいな、マンションに住んでマンションですかみたいな。豪邸やべえ。ぜひ行きたいってなる。マジやべえ。そうなんで、そのマンションはアパートですね、普通に。へえ、アメリカっていうか。なるほどね、集合住宅はアパート。そう、マンションって言ったら、うん、マンションって言ったらこういう豪邸になるわけだ。そう、とんでもないんですよ。石油でも掘り当てなきゃ無理だね、これは。そうですよ、うん、で住んでみたいです。見たい見たい。そうそう、なんでそれも通じない。なるほどね、じゃあ次ね、バフェ、バイキング、うん、食べ放題とバイキングって言うじゃないですか、はいはいはい、食べ放題バイキング。そう、バイキングは通じないんですよ。あ、じゃあこれも調べてみようってことね。これも調べてください。はい、私先生みたいだ ね、 ね、これビーキング、いやバイキングだから、バイキングスペルがなんかビーって感じ。バイキングだから、バイキング、これ、うん、食べ放題は、あ、まあまあでもそうだよな。そうなんですよ、バイキングなんですよ。だから食べ放題の時は必ずバフェって言ってくださいね。バフェ、あ、まあ、日本語で言うとビュッフェ。あー、はーはー、ビュッフェ。で発音はバフェなんで、バフェ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 。でもう一個、これはちょっとねびっくりしたんですよ。ほう、アメリカンドッグ、うん、美味しいじゃないですか。おお、あのね、そうそう、あれあれ、アメリカンドッグって言わないんですよ。アメリカンドッグこれがアメリカンドッグ。やっぱ子供の頃はむしろこう思ってたよ。え、ちょっと、なんで犬なの、なんで犬なのに食べ物なのって思ってた。
あ、ホットドッグのドッグなんですよ。そうそうそう、ね、そうそうそう、だからこれアメリカンドッグって言ったら絶対通じないんですよ。あの絶対コーンドッグって言ってください。コーンドッグ、そうコーンドッグ、コーンってあれトウモロコシ、そう具材使ってるがこれでございますね。はいはいはい、これがこれこれアメリカンドッグ。だからアメリカンドッグ買うとき頼むときになんか違和感感じちゃうんですよ。アメリカンドッグっていうのが恥ずかしい。コーンドッグ欲しいって言いたくなっちゃうんですよね。あと通じないのはコーヒーとか頼むときに、うん、ホット一つくださいって。ああ、ホットブラックとか。それも通じない。通じない。熱い。黒。そう、な何ってなっちゃうんで。そうだね。コーヒーって普通に。コーヒー。めんどくさがらないで。コーヒーって言ってください。コーヒー。だいたいコーヒーはあったかいんで。冷たいんじゃったらアイスコーヒー。そしたら冷たいの欲しかったら絶対アイスって入れた方がいいんですよ。カフェオレは？カフェオレじゃないですか。キャキャキャ？カフェオレ。カフェじゃん。カフェ。オシャンティーだな。オシャンティー。いやいやいや。まあそういうことですよ。なんでこれをね、うん、ちょっと衝撃的だったんで、ちょっと画像で検索してみんなに教えたいなと思って。なるほどね。まあ、今日はデラ先生みたいな。ポタトはびっくりよ。ポタト。ポテトください。言わない。マックでね。メタノースでは one large fries。L とも言わないからね。large って言って。あスモール、ミディアム、ラージ、そうそう、ラージ、長い、長い、長い、いや、言ってください。SML で。ダメ。めんどくせえな。SML であんまり頼まないですよ。いや、ワンラージフライスみたいな感じで。ということで、なんか教えたかったんです、皆さんに。まあ、言われてみれば確かにその通りだなって感じはする。うんうんうん、あ、ホットとかブラックとか。そう、うん、そうだから、アイスね。今度ね、なんか。魔法みたいな。ねアイス、ま、なんでファイヤーとかよく言う。氷だったらアイス。波動さん来てますね。意味がわかんな い, やばい、ね、どういうことだよ。あ来てるって髪がそういうじゃない。髪見てない。ちょっと待って待って。波動さんクレイジーだった。あそっか。知らなかった。まあ、そういうことでなんか皆さんにね動画で英語をちょっと学べたらなと思って。デラの英語はためになるなと思ってほしいなと思って。そっか。今日も見てくれてありがとうございます。勉強になったありがとう。うん。うん、Thank you for watching。ありがとうまたね。バイ。Thank you for watching! よかったら Twitter のフォローやチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。See you! やめて。